ウェディングシューズのためのシューズ。幼少期から憧れるウェディングドレスに合わせて、運命の一足を購入し、ウェディングドレスと同じように、大切なウェディングアイテムとして保管するもの。日本では、住宅事情の関係で、ドレスの保管は難しいが、ベールや、ウェディングシューズなどの小物は保管する傾向にある。近頃では、欧米の文化に習い振動新婦が、ウェディングシューズのおぐり合いや、 ヘアシューズを好む傾向にある。生地は、ウェディングドレスに多く使用される、シルクサテニアレースを施したシューズが主流。ヒールの高さは1から3センチメートル、7から9センチメートル、12から15センチメートルと大きく分けて3タイプあり、長時間履くため、ピンヒールではなく安定感があり、歩きやすいものが求められる。男性のウェディングシューズは、 ブラック、ブラウン、ホワイトなどの革靴があり、女性が高いヒールを履くことが多い結婚式では、写真映えやスタイルアップを考慮し、男性も5から6センチメートルのシークレットシューズが一般化している。男性女性ともに天然比較のシューズが多く、長時間履いていても蒸れにくい通気性の良さを目的としている。などなど、ありがとうございます。